1871回始めます、11月13日月曜日に入ったところですね。まだ暗いんだけども、もう時間はね5時過ぎてるんですよね。5時11分ということで、私もねそろそろ帰りたいんだけど、朝日新聞からですね、これ福岡県の話、福岡県の事件、福岡県内で空き巣を繰り返したとして住居侵入や窃盗などの罪に問われた元会社員の女63歳の判決が7日、福岡地裁であり、懲役3年執行猶予5年、有罪判決下ったと。執行猶予ついたんですね。これ判決では、女は2020年3月頃から3年間で約40件の空き巣を行ったと。63歳ですよ、今63歳の女、2020年約3年前ぐらいからですね、ちょうどコロナが始まった頃ですね、これ2020年3月頃から3年間で40件の空き巣を行ってたと。この手口がまた面白い、しかし40件空き巣行為を行って執行猶予判決なんですね。これ初犯だっていうことで懲役3年執行猶予5年、40件の空き巣ですよ、でこの空き巣やってたんだけども、どうもこの63歳の女ね、あのお姉ちゃんと2人、で住んでたらしいんだけど、姉は気づいていなかったと、ね、妹がこういうことやってるの、ね、女は会社員として月約15万円の収入があったが、化粧品や服のオンラインショップ、オンラインショッピングをやめられず、月10万円、63歳の女が、まあ、15万円の収入、まあ、普通だと思いますよ、これ化粧品とか、服のオンラインショッピングやめられずって言ってんだから、63歳で、年金暮らしの姉に頼ろうとせず、自身の空き巣行為もお姉ちゃんに秘密にしていた。まあね、お姉ちゃんに知られたくないだろうからね、それはいいんだけど、姉に知られたくないために利用したのが、風呂好きの姉がね、約1時間毎晩1時間かける長風呂のタイミング、で泥棒に行くことだったと。この お姉ちゃんがね、約1時間毎日お風呂に入るらしいんだけど、ね、その間にガスバーナー、ガスバーナーとかマイナスドライバーとか持って、あのね、外出、おそらく近所でしょこれ、1時間の間に行って帰ってくるんだから、近所ですね。あらかじめ目星をつけていたあの空き家や、夜になっても明かりがつかずに布団が干しっぱなしの家に入り、貴重品などを盗んでいたということです。姉が風呂から上がってきた、上がってくる前にはキシャキシャだと。だからお姉さんがお風呂に入るタイミングで外に出かけて、ガスバーナーとかマイナスドライバーとか持って、まあ、空き家とかね、人がね、まあまあ近所だから分かるんでしょう。ここ何時頃帰ってくるとかね、布団が干しっぱなしだからとか、そういうの見て、近所だから分かるんでしょう。で、1時間後にはもうお姉ちゃんが風呂から上がる時にはもう帰ってきてるというね、すごいね、で、時間が限られるため被害に遭った家は自宅の徒歩圏内に集中したということで、ね、3年間で40件、近所の家40件窃盗で入るって、いやこれもすごいね、ご近所さんの家の軒並みやってるんでしょこれ。それでも3年間は見つからなかったものの、今年3月に自宅近くの空き巣、空き家に入ろうとした際、警備会社の警報装置が鳴り、防犯カメラに映ったことで逮捕、につながったと。後半で女は空き巣で稼いだ総額を約400万円と語ったと。で、裁判でね、犯行は職業的で計画的かつ手慣れた模様と常習性を指摘された一方、前科がないっていうことでね、執行猶予判決がついたっていうことで、いやこれ初犯だからって、前科がないからって、約3年間でご近所の周り40件、総額400万円ぐらい、まあ自分の申告ではそれぐらいのものを盗んどいて、まあ執行猶予5年とはね、ちょっと甘いなと思うね、いやすごいね、しかしこの63歳の女、本当にお姉ちゃんが長風呂してる間に外に行ってね、いやー本当常習的で計画的で手慣れたもんなんだろうね、ご
近所さんに40軒空き巣で入るってちょっとできないな私、うん、まあ行き15分帰り15分ね、空き巣30分とすれば、まあ、いややってできないことはないね。まあ15分って言ったらそこそこ歩けるからね、 1キロぐらいは。1キロ四方で40軒って多分、まあ、できなくもないのか。うん、いや怖いね。うちも結構鍵かけないでね外出たりしてるから怖いねこういうの。はい、取られたら、まあお金とかはそんなになくてもね、やっぱ取られたら困るものってあるからね。うん、ということです。福岡でね、面白いっていうかね、まあちょっとした面白いって言ったら変だけど、はい、とんでもない63歳の窃盗犯女性のいますよっていうことで話しました。チャンネル登録高評価、お願いします。またお願いします。失礼します。